サンビュレンス・ダスカルダサーは、スペイン・バレアレス諸島州のムニシピ。マリオルカ島の東部に位置し、自治体域の東端は、地中海に面している。スペイン5名は、サンロレンソ・デ・カルデサールであり、サンロレンソ・デル・カルダサールと呼ばれることもある。公式名は、カタルーニャ5名である。サンビュレンス・ダスカルダサーは、バレアレス諸島のマリオルカ島東部にあり、 マレアレス諸島州の州都パルマデマヨルカから 55km 東に位置する。コマルカとしては、マナコールを中心とするレバントに属している。マナコール、ペドラ、アルター、ソン・ソルベイラと自治体協会を接している。マヨルカ島南西部のパルマデマヨルカから、マナコールやアルターを通って、マヨルカ島北東部に向かうママイナス15号線は、マナコールとアルターの間でサンデュレンス。 ダスカルダサーを通っている。かつてのママイナス15号線は、市街地中心部を通っていたが、市街地中心部を通らなくて、住むようにバイパスが建設されている。ベグラダ、サウマー川とブランケーラ川はサンリレンス、ダスカルダサーの市街地中心部南端で合流して、プラネス川となり、やがてカナメー川となって、地中海に注いでいる。地中海岸のサコマ地区やカーラミロー地区などは、 ビーチ沿いにホテルが林立するリゾート地となっている。イギリス人やドイツ人の観光客が多い。シリョット遺跡的時代のマヨルカ島に栄えたタライオティック文化のシリョット遺跡は地中海に近いサンリュレンス、ダスカルダサーの自治体域にある。この遺跡は重要文化財に指定されている。プンタダナメル城1696年には、 地中海を見下ろすことができる標高35メートルの場所にプンタダナメル城という立方体の要塞が建設された。砲台などを備えるこの要塞は1993年11月30日に重要文化財に指定された。初期のカトリック教会であるソンパレ島教会の遺構は1912年にジョアン・アギロー・ピーニャによって発見され、 1931年6月3日には重要文化財に指定された。発掘されたモザイクなどはマナコール歴史博物館に展示されている。1892年まではマナコールの自治体の一部だったが、1892年に単独の無ニシピとなった。フランコ体制下の1950年代まではサンロレンソデデスカルダサールという名称だった。 イギリスのテレビ局 ITV2 が2015年に放送した番組ラブアイランドはサンデュレンス・ダスカルダサーの郊外で撮影された。2018年10月9日夜にはマヨルカ島で豪雨が起こって河川が氾濫するなどし、マヨルカ島全体で少なくとも10人が死亡した。サンデュレンス・ダスカルダサーの中心市街地も水に浸かり、イギリス人2人がタクシーの中で溺死するなど、 自治体域で少なくとも4人が死亡した。ありがとうございます。